はい、次7番ですね。日本の社会保障に関する問題と。これもちょっと難しいので、落とすなら落とすでもいいとで。1番と2番はもう何とかない、なんとかないときてますから、これは最初から読まないということが、まあ、テクニック論としては大事だとで。3番、2009年度の社会保障財源に占める公費負担は50%を超えていると、まあ。こういったものはもうあの、新聞とかを相当読み込んでいなかったら、もうわからないところですよね。47%なのか54、54%なのか62、62%なのか、全然わからないですよね。であれば、もうお手上げですので、パスと。 で4番、社会保障の発展は経済の安定や成長を損なうとありますよね。損なうという表現自体がもうネガティブ系、消極的な発言なので、まあ、そういったものは選択肢から外してもいいんですが、まあ、実際中身を読んだとしても、社会保障の発展がもし経済の安定や成長を損なうようであったら、やってないということですよね。充実させないということであって、今は先進国ほどこういった社会保障というのはきちっとやってますよね。なので、この4番というのはおかしいかなということが感覚的に直感的に分かればいいかなというところですね。 でその次5番、介護・子育てなどの家庭機能を支援する役割があるとありますが、まあ、なんかもうこの介護・子育てなどの家庭機能を支援する役割があるっていう文章を読んだ時に、もうこう、うんとしか言えないですよね。なんかもう、う、う、まあまあ、まあそうだよね、ぐらいの感じですよね。 で、えー、3と5の二択に絞れた場合、まあ、3っていうのは知らなかったらお手上げ何、何を超えているって数字、データ、定義ですよね。こういったものはお手上げですよね。知らなければ。でも5番なんかを知らなくたって、こう日本人の感覚としてですね、読んでみたときに、まあまあ、介護、子育てなどの家庭機能を支援する役割があると読めば、まあ、まあ知らないけども、まあそうだよね、というふうになりますよね。で、その二択に絞り込めたときは、運を選ぶということをいつも言っていますが、5番を選んだら正解ということになりますね。えー、解説は以上です。